プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。マス TKG。はい、全車飛んだ OK です。4人。9.78。10.25。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は増田さん、高木さんの順です。それでは予備予選2分間のベストラップスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、マススタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。このクラスのコースレコード、1周のコースレコードは節也さん8秒76、これが現在のコースレコードです。1周目マスさん11秒04、高木さん9秒72。さあ高木さんは前回のレースでは9秒19まで出ていると記録が残っています。マスさん10秒06、高木さん9秒63。さあ2分間のベスト1ラップで、予選の組み合わせを決める予備予選を行っています。現在トップタイム出しているのは高木さん9秒63、増田さんが10秒06です。さあ高木さん9秒53、自己ベストを更新です。今日のベストを更新ですね。さあ黄色いマシン高木さん帰ってきます。この数は9秒37。さあ1分経過、残りが1分です。さあ増田さんも9秒が入ってきた、9秒93。増田さん自己ベスト更新、9秒88。さあ現在このヒートのトップタイム、高木さんが5周目に出した9秒37です。続いて増田さん今の周9秒58出ています。その差 0.2 秒、残りが30秒。残りが15秒。さあ間もなく時間です。マスゴール、増田さんゴール、レース終了です。この日マシンを回収してください。9秒37、増田さんが9秒58でした。はい、それでは続けて予備予選の2組目コースオープンします。プラクティス開始です。節也さんとプラクティス時間は2分、コースオープンです。節也 F1MM。はい、土井さん OK です。
113.66。 はい、全車ポンダ OK です。12.99。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、土井さんの順です。それでは2分間の予備予選スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 F1 スタート、 MM スタート。はい、計測開始しました。現在の暫定トップタイムは高木さんが出しています。9秒37です。さあ1周目、節也さん9秒31、土井さんが10秒85。さあ2周目、節也さん9秒15、土井さん10秒49。さあ8秒台入ってきた節也さん8秒86。さあちなみに現在のコースレコードは8秒76です。さあ刻んできた8秒82、自己ベスト更新。さあ1分経過です。残りが1分です。現在のトップタイム、節也さん4周目にマークした8秒82、土井さんが2周目に出した10秒49と続いています。さあ節也さん8秒79、コースレコードまで 0.03 秒。さあ残り40秒です。土井さん10秒33。この周10秒34、残りが30秒。この周は10秒78。さあペテさんコース復帰した模様、残りが間もなく10秒。土井さん10秒30、自己ベスト更新。間もなく時間となります。 MM ゴール、土井さんゴール、土井さんゴールです。マシンを回収してください。最終周でコースレコード塗り替えた8秒68。何やったんですか、急に速くなりました。スタイリングスピード落としました。この脱出はあれがビクビクすぎたんで。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。予選の1回目、30分からスタートします。予選1回目は5分後、6時半スタートです。はい、どうぞ。
応4人でやるんですか。はい、2回やります。プレッシャーが分かりました。あ、はい、どうぞ、こちら行った方です。はい、1個目のドアです、はい、左側。栄養ドリンクどうぞ、もしよければ。はい、FX3000 って白パンみたいですね。はい、それでは時間になりましたので予選の1回目始めていきます。1組目は増田さんと土井さんのヒートです。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。それではフォルダーの確認からお願いします。コースオープンです。マス、MM。 はい、土井さん OK。 はい、ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は増田さん、土井さんの順です。それでは3分間の予選1回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、マススタート、MM スタート。はい、計測開始しました。1周目、増田さん10秒10、土井さんが10秒95。さあ2周目、増田さん9秒台、9秒71、増田さん土井さん10秒54。さあ、見たび自己ベスト更新してきた増田さん9秒60。
さあ、時計は間もなく1分になろうかというところです。現在トップ増田さんです。6周目走行中、土井さん今6周目、その差が 7.2 秒。さあ増田さん9秒44自己ベストを更新。さあ増田さんの9秒44のベストは今日自分の中では一番速いタイムで出ています。ここで折り返しの1分30秒。さあ、土井さん10秒53自己ベスト、折り返しゴール予想、増田さんは19周と出ています。土井さんは17周、増田さん9秒43自己ベスト更新、土井さん10秒44自己ベスト更新。さあ土井さん10秒17自己ベスト、これは今日一番速いタイム、土井さんの10秒17出てます。さあ、2分経過、残りが1分です。さあ現在トップは増田さん14周目走行中、ゴール予想は19周と出ています。残りが45秒。2位土井さんは13周目走行中、ゴール予想は16周。残りが20秒です。残りが10秒。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ増田さん19周目入っています。土井さん17周目入った。マスゴール、増田さんゴール。レース終了です。増田さんはマシンを回収してください。土井さんが17周の10秒でゴール。はい、それでは続けて予選1回目の2組目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜 F1 TKG。ゴール予想ってのは出るんですか？うん、出ますよ。ここに出ます。でも普段の練習の時は出ない。うん、今の平均タイムから。そうそうそう。はい、矢野です。はい、はい、どうもどうも。うんうん、あ、じゃあ今開けに行きます。しに来たぜ。拾うぜ、みんなの車。
はい、高木さんポンダ OK です。はい、ポンダ両者とも OK です。 10.55。 そんなことは、拾うぜ。いいよ、こけてなくても拾っちゃうぜ。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。それでは予選の3分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 F1 スタート、 TKG スタート。はい、計測開始ました。さあ、コースレコードホルダーの節也さん走行しています。コースレコーダー21周の6秒です。最終目、節也さん9秒08、高木さん9秒53。節也さん8秒78、高木さん9秒48。ちなみに高木さんは前回のレースでは20周の8秒という記録を残しています。高木さん9秒47、自己ベスト更新。高木さん9秒38、自己ベスト。1分経過、残りが2分。さあ、トップ節也さんです。2位高木さんとの差が 3.8 秒です。同一周回で争っています。さあ、ここで折り返しの1分30秒です。ゴール予想、節也さんは21周8秒と出ています。一方、高木さんは19周0秒。節也さん自己ベスト8秒704。ちなみに節也さんは、予備予選で8秒688のコースレコードを出しています。さあ、時計は2分になります。残りが1分です。ここで節也さんが高木さんをラップしています。節也さんが15周目、高木さんが14周目走行中。残りが40秒。さあ、残り30秒です。さあ、残りが10秒です。順位に変わりありません。節也さんが20周目、高木さん18周目、19周目入ったところ、まもなく時間となります。さあ、節也さん21周目に入った。 TKG ゴール、レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。21周の8秒、高木さんが19周の2秒でした。2回目50分で行きます。2回目50分。
Thank you.
てっちゃんのその個人的なてっちゃんじゃなくて基本的なてっちゃん。てっちゃん。交渉。交渉のことなの。てっちゃん、てっちゃんバーテキ。鉄道会社の社員。あれ、あの方パソスケよかったですね。わざわざなんか面白くしようとするタイプ。それに愛用したよくもどうかと思う。それに愛用したよくもどうかと思う。最近愛用した。まだほら。アンフリコーダーは結構なんだったの。まだ素人運転しました。え、素人運転した。ええ。でも、まあ、素人は普通の人は。いや、そうなんだけど、あれも燃えちゃったじゃん。だけど、実は、もう1回戦のボートで勝負決まってたのを振り直したとか、あれもいいっすよね、明日は。あれで簡単に優勝してたからですね。あれでは、陸前って呼ばれたんですか。まあ、そうなんですね。陸前って呼ばれたんですね。限界期だね。僕たちの話。優勝して。どっかスタンドレフトコースで車を丸々に入れたことがあったんですよ。うちで見に行ってやってた下からグーグー入れる時ね、もう勝負したからちょっとしてもね、本当に車が入ってますよ。ちょっとナチコンがナチコンがその後家もそうなんですよ。そうなんですよ。だけど隣からの出荷だけ。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目始めていきます。1組目コースオープンします。プラクティス開始です。さんとプラクティス時間は2分。コースオープンです。マス MM、 あそこのほらあれ竹下さんにいただいた今日飲み物です。いただきます。あ、どうぞ。土井さん OK。 はい、増田さんも OK です。さあ、増田さんは現在予選3番手です。前の高木さんとの差が2秒です。19周の2秒が高木さん、19周4秒が増田さんです。14.30。はい、プラクティス終了です。出走順は増田さん、土井さんの順です。それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。マススタート。MM スタート。はい、計測開始しました。さあ、予選1回目の記録を更新することができるか。1周目、増田さん9秒78、土井さん10秒52。2周目、増田さん9秒46、自己ベストを更新しています。さあ、土井さん10秒21、自己ベスト。さあ、現在トップ増田さんです。2位土井さんとの差が3秒。土井さん自己ベスト10秒04。10秒04は今日土井さんの中のトップタイム。さあ、1分経過、残り2分です。さあ、再び土井さん自己ベスト更新、10秒04に1000分の2秒更新してきた。さあ、土井さんペースがいいです。このペースでいくと土井さん18周乗っけてきます。先ほどは17周の10秒で終わっています。さあ、まだでも土井さん18周ペース守ってます。さあ、一方増田さんは今回も19周ですが、少しちょっとタイムアップしてほしい。さあ、9秒281、自己ベスト更新。9秒28
281は今日の中で2番手のタイム、節也さんに次ぐベストを出しています。増田さん、さあこの週増田さん9秒9でした。残りが1分。さあ増田さん、さあ残りが45秒。さあ増田さんペース上げてきた。先ほど1回目のペース上回ってきました。残りが間もなく30秒。どこまでタイムアップできるか。さあ残りが20秒です。トップの増田さん17周目入った。土井さん15周目。土井さん諦めるな。まだ1回目のタイムを上回ってるぞ。あれがいいっす。さあ増田さんゴール予想19周3秒まで来ています。うわこの周も刻んできた。ただ残りがもうない。さあおそらくこれが最後になると思います。増田さんゴール。はい、レース終了です。トップマシンを回収してください。4秒0なのでタイムアップしてます。高木さんには届かず1秒 1.5 秒差ですね。土井さんもタイムアップ2秒更新。あ、ストックね。F1 より12の方がで石川さんがあったんで全部石川さんやったから車的には最高の車を作るっていうことは証明された。石川さんは喜んでいいんだか俺は悲しんでいいんだか。あれの格好の CRC の宣伝なんないですか。なんかね、でもね、もっと長くて、走らせやすい、だってさ、ストック選手と全日本に出てるような人が早いんだからですよね、はい、それでは続けて予選2回目にヒート目コースをオープンします。節也さん、プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節也 F1TKG。 あ、そうだ、この間飲み会行ったじゃん、はい、俺お金払ったっけ。全く覚えてないよ。あ、じゃあ払いすぎた人がいるんですよ。あ、そういうこと。あ、払ってないです。あ、そうだった。あ、もうねしかない。なんで、俺財布が見て金がねえからダメなんだよことを発してた記憶があるんで全く覚えてないです。まあ、ほら、じゃあその時はちょっと僕に動かしてもらっていいですか。あ、僕ね、はい、じゃあ1000円で。はい、それではコースオープン、あ、してます、コースオープンしてます。無意識に。はい、高木さん OK。 はい、両者とも OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。
それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節夜 F1 スタート。 TKG スタート。はい、計測開始しています。さあ1周目、節夜さん8秒98、高木さんが9秒58。節夜さん2周目も8秒台、8秒96。高木さん2周目は10秒13。さあ節夜さん8秒77、高木さん9秒39。節夜さん8秒73。さあ節夜さん、この週も8秒台マークしています。高木さん9秒35。さあ1分経過して、トップ節夜さんです。8周目に入ったところ、2位の高木さんとの差が5秒です。高木さん9秒34、自己ベスト。さあここで折り返しの1分30秒になります。トップの節夜さん、ゴール予想が21周の5秒と出ています。これが出るとコースレコードになります。一方2位の高木さん、ちょっとクラッシュがあったので分かりませんが、予想は19周5秒近辺と出ています。節夜さん8秒72、自己ベスト。さあ高木さん9秒19、自己ベスト。9秒19は今日全体でも2番手のベストタイムです。さあ残り1分切っています。現在トップ瀬谷さん15周から16周目に入るところ、高木さんがこれで15周目。さあ残りが40秒です。さあ瀬谷さん、コースレコード塗り替えた、8秒670、コースレコードです。依然としてコースレコードを21周の6秒上回るペースで走っています。トップの節谷さん18周目。さあ高木さんはちょっとこの週12秒台でペースを落とした模様、残りが15秒。さあ節谷さんが20周目に入りました、残りが10秒。さあ現在のコースレコードは21周の6秒です。さあ節谷さん21周目入った、あとは何秒で帰ってくるか。高木さん19周目。節谷 F1 ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。21周の5秒です。高木さんが19周の5秒でした。今のヒートでタイムアップしたのは節谷さん、コースレコードを更新しています。予選の3回目 C10 分にしましょう。
はい、予選3回目は7時10分スタートです。フォーミュラーリーツ2010、あ、4からか、うん、でもなんかあれシーズンずらしてやるんでしょ、本当の何戦やるんでしょ、じゃあ本当の、本当の、本当の、うん、結構早いよね、これ早いじゃん。もうな、給油がどうなる、給油っていうか、あれがどうなるかですよね。え、それか、これなすぐ終わっちゃうね。マントでやったらゼロエミッションベースとか、うん、テレビでやったらあれもすごい、ね、そうでもマイクでしょ、そうそうマイクで、走り切るのにやっぱりそういうギリギリを目指すから大変だし、前回あれですね、笑っちゃいましたね。でも多すぎですよね、ね、自分がかわいそうだね。そうか、でも俺はなんか安全面に関するでも家でそれが危険だからって言うんで、あれです、あの集会所に行ったら、名声がおっしゃるとしても、はい、お疲れ様です。お疲れ様です、うん、ありがとうございました。もうちょっと待った、あの収集しか持たないみたいな、はい、ご存じます。あれで分からない、一呼吸でチャンピオンシップになくなっちゃいました。はい、そうですか、まあ、出ないからしょうがないので、ぜひ最初にいただけます。はい、はい。
はい、すいません。ここはペドロサスキあ、福田のやつ見ました。え、福田のやつ金曜日、木曜日が福田さんがイタリアで、あ、見てないんだ。それで、うん、それでイタリアからなんかマルケスが、本当の若い兄ちゃんみたいな、キラ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 笑って、まんまじゃないですか。早く走るのはどうするのか、それは聞いたら、それはなんか、メイクを見るアクセルを展開するのか、あんたのことやねん。そうだね。でも、あなたは職業じゃないから、ゆっくり走った方がいいねって言う。全周回なんか書いてあったけど、全周回メンバーを取ってる、なんか、あ、あの個人記録を取ってる。だから、イチさんだったら、例えば前回のレースのベスト。ああ、そういうことですか。まだちょっとやり始めたばっかりなんですけど、こういうふうに更新した回数は星の数で、サーキットの感動式。はい、それでは時間になりましたのでコースオープンします。増田さん、プラクティス開始です。プラクティス時間は2分、コースオープンです。マス MM、 はい、増田さんも OK です。20.12。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は、増田さん、土井さんの順です。それでは予選の最後3回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、マススタート、 MM スタート。はい、計測開始しました。増田さんは1.6秒差で高木さん、予選2番手争いしています。1周目、増田さん9秒72、土井さんが10秒23。さあ現在トップ増田さんです。2位土井さんとの差が1秒です。土井さん自己ベスト10秒13、増田さん9秒72自己ベスト、土井さん10秒07自己ベスト、増田さん9秒44自己ベスト。さあトップ増田さんと土井さんとの差が 2.5 秒です。1分経過、残りが2分。さあ土井さん9秒台入れてきた。9秒994、増田さん9秒40自己ベスト、さあここで折り返しの1分30秒経過です。増田さん今回も19周のペース、高木さんをわずかだが上回るペースで走っている。
2位土井さんも自己ベストとなる18周のペースです。さあ増田さん9秒30自己ベスト。さあ残りが1分です。さあ増田さんもう一発タイムいって確実にしておきたい。残りが50秒。さあ土井さんまだ18周ペース守ってます。さあ残り間もなく40秒。この40秒、増田さんどれだけまとめられるか。さあわずかにペースが落ちたか増田さん。残りが20秒。さあゴール予想は高木さんのベストと同じ19周の2秒と出ているが、残りが間もなく10秒。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。マスゴール、マスターさんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。マスターさん惜しい惜しい、 0.5 秒。土井さんも自己ベスト更新、17周の3秒でした。はい、それでは今日予選最後のヒートコースオープンします。プラクティス開始です。高木さん、プラクティス時間は2分、コースオープンです。節夜 F1TKG。 はい、予選の2回目でコースレコードを更新しています。節谷さん21周の5秒が新しいコースレコードです。一方高木さん、前回のレースではこのクラス20周8秒が出ています。今日は19周の2秒がベスト。はい、高木さん OK。はい、節谷さんも OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節谷さん、高木さんの順です。それでは予選の最後スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、節谷 F1 スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。すでに予選 1-2 を決めている2台による争いです。さあ1周目、節谷さん8秒67、高木さんが9秒49。さあ2周目、節谷さんコースレコードを塗り替えた、8秒641、高木さん9秒43。さあ30秒経過してトップ節谷さんです。2位高木さんとの差が 2.4。 さあ高木さん自己ベスト9秒300。
これは今日高木さんの中でのトップタイム。さあ1分経過です。トップ節也さんが8周目に入ったところ、高木さんがこれでトップと同一周回です。 5.2 秒の差。さあ ただ高木さんかなりいいペースで自己ベストを上回るペースです。20周は乗っかりそう、なおかつ自分が持つ自己ベストも上回ってきそうです。節也さんも先ほど更新したコースレコードを上回るペースです。ここで折り返しの1分30秒、ゴール予想を見てみます。節也さんが21周の2秒と出ています。高木さんが20周の7秒が予想タイム。節也さんコースレコード更新8秒640。さあ再びコースレコード更新8秒524。8秒524はおそらく N7 モータークラスで最速だと思います。さあ2分経過、残り1分です。高木さん少しペース落ちたか、19周ペースまで落ちている模様。どこまで挽回できるか。一方節也さん、コースレコードを上回るペース3分2秒と出ています。先ほどは3分5秒でコースレコードとなっています。残りが40秒。さあトップのマシンがストレートを抜けて帰ってきます。これで18周目、残り30秒。さあ高木さんもこれで17周目、トップとは1周の差です。ただ今日の記録、高木さん19周2秒出てますが、これは上回ってきそう。高木さん残りが間もなく10秒。さあトップのマシンが21周目入った、残り4秒。TK レース終了です。節也さんもマシンを回収してください。コースレコード更新21周の3秒、高木さんが19周1秒は今日のベストです。はい、それでは決勝の組み合わせを作ります。と V、さっきが5秒で今回が3秒。 V とあんま変わんない。じゃあ A メインの決勝どうします？25でも大丈夫ですか？はい、じゃあ25分から決勝の1回目スタートします。決勝レースの1回目は7時25分スタートします。はい、じゃあ7時半、決勝は5分遅らせて7時半スタートに変更します。
行きますけど、どうですか。どこに。ああ、飲み会、はい、好きだな、みんな。矢野さんに会いたい。大丈夫ですか。あ、誰が行くんですか。竹下さんと高木さんは。あは、じゃあ行きましょう。増田さんはどうですか。うん、ああ、俺はちょっと土曜日に行くんだ。ブランコを感じさせる走り。ライバーラッサさんじゃないとね。え？ラッサさん。ラッサさんもちょっと最近話されて、最近あの節約さん弟子人して頑張ってる。毎回聞こえるから。すごい。ミンツ、うん、ここは、はい、小山さん今日出張なんですって、うん、昨日来てくれて今日は千葉調子って言ってたから。なんかでも毎日仕事に行ってないような話も、ね、うん、こういうベテランだから。Thank you.
はい、それでは時間になりますので決勝レースの1回目スタートします。コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ F1 TKG マス MM。あまり行かないな、あっちの方は。はい、それではまずポンダーの確認からお願いします。はい、土井さん OK。 はい、増田さん OK です。それ頼んでないの、勝手に送れてたお金も取られたっていう。なんかそれを断ったんでしょ。まあいいかなって、誰か買う人いるから。はい、高木さん OK、節也さん OK、全社 OK です。9.62。9.67。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。前から節也さん、高木さん、高木さん、増田さん、土井さん。全日本並みになってた。プレスタイム。はい、ありがとうございます。それでは決勝の1回目です。スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。電車綺麗にスタートしました。さあ、予選の順位まま戻ってきそうです。トップ、節也さん、高木さん、増田さん、土井さんの順です。さあ、この中で早くも節也さん、9秒11が出ています。さあ、2周目、節也さん、8秒台、8秒91、増田さんが9秒43。土井さん10秒34自己ベスト。さあ、節也さん8秒77、高木さんが9秒26、土井さん9秒95、さあ、全車9秒台入ってきてます。中でも節也さん8秒台のラップ連続しています。増田さん9秒34、さあ、土井さん9秒92自己ベスト。さあ、まずは2位争いでしょうか。高木さんと増田さん1秒差です。4位土井さんは前との差が3秒5。さあ、土井さん再び自己ベスト9秒90。さあ、2位争い、高木さんと増田さんの差少し縮まった 0.7 秒。増田さん自己ベスト9秒30。さあ、黄色いマシンと赤いマシン、高木さんと増田さんその差が 0.6 秒。さあ、増田さん、いい動きをしています。0.5 秒差。さあ、
2位争いが熱い。節也さん8秒76。さあ2位争いしている間に土井さんは少しでも差を縮めたいところ。さあその土井さんの後ろから2位争いの2台やってきます。さあ高木さん9秒22自己ベスト。はい、どうもありがとうございます土井さん。さあ2位争いの2台、黄色と赤のマシーン 0.3 秒差、確実に近づいてきている。時計は2分になるところ、残りが6分です。さあ現在トップ節也さんです、15周目。高木さんと増田さんが14周目、土井さんが13周目走行中。さあトップと 2位争いのとの差が8秒あります。節也さんが完全に抜け出た格好になっています。現在のコースレコードは53周の6秒です。それを上回ることができるかトップの節也さん。さあ2位争いの2台、高木さんと増田さんは 0.9 秒差です。さあ1秒以内のバトルが繰り広げられている。この週も 0.9 秒差。さあ土井さんの後ろからトップのマシーン節也さんがやってきます。さあ高木さん9秒21自己ベスト、その差を、増田さんとの差が 1.3 秒に広がった。さあ今度は増田さんが自己ベスト更新、9秒27、その差が 1.1 秒。さあ時計は3分経過したところ、残りまだ5分あります。さあ2位争いの2台が入ってきます。ちょっと差が広がったが 1.8 秒。高木さん2位、3位増田さんとの差が 1.8 です。さあ前回高木さんはこのレースで51周の3秒という記録が残っていますが、今回それを上回るペースですね。52周も狙えるかというところを走ってます2位の高木さん。さあ一方それを追う増田さん 1.7 秒差です。さあここで折り返しの4分、残りが4分です。ゴール予想を見てみましょう。トップの節也さん54周1秒と出ています。もちろんこれ出ればコースレコード N7 モータークラスで最速のラップ記録となります。2位高木さん51周1秒と出ています。3位増田さんが51周4秒、4位の土井さん47周の6秒と出ています。さあ今度3位と、増田さんの後ろトップのマシンに近づいてきています。はい、ありがとうございます。さあ2位争いをしていた高木さんと増田さん、その差が3秒に引き続き広がっています。増田さん追いつくことはできるか。さあこの週わずかながら 2.9 秒差、増田さんの方がペースがいいようです。さあ今週も 2.9 秒差、5分経過、残りが3分です。さあトップのマシン節也さんが35周目から36周目に入った。高木さんが34周目、増田さんも今34周目、土井さんが30周目走行中。増田さん前との差が3秒。さあ今度は2位高木さんの後ろにトップのマシン近づいてきてます。はい、ありがとうございます。5分30秒経過、残り2分半。さあトップの節也さんと2位高木さん全くペース変わらないですね。節也さん54周ペース、高木さんは51周の1秒ペース。おっと節也さんこの週は14秒台でした。少しペースが落ちたが、残りが2分です。順位は変わらず節也さんトップを守ってます。41周目入ったところ、高木さんと増田さんとの差が少し縮まった 2.2 秒。土井さん現在35周目から6周目に入ったところ、さあ6分30秒になるところ、残りが1分30秒です。
さあ少しタイムロスあった節也さんですが、現在のコースレコードは上回るペースです。ただそのほとんどマージンがない 0.1 秒から 0.2 秒上回るかというところ。さあ一方2位争いしている高木さんと増田さん 2.8 秒差。さあ残りが1分です。7分経過、残り1分。さあ節也さん、わずかにコースレコードを上回るという予想タイムになっています。残りが45秒。高木さんも前回レースの、自己ベストは上回ってきそうです。さあ残り間もなく30秒。2位争いの2台は 3.1 秒差。残りが20秒。さあ高木さんちょっとペース落ちたが、自己ベストを 0.1 から 0.2 ほど上回る、ちょっとギリギリ。残りが10秒。さあここで8分です。 MM ゴール、節也 F1 ゴール、 TKG ゴール、 高木さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。節也さんコースレコード53周の1秒、2位高木さんが53周3秒5なので自己ベスト更新、増田さん51周6秒、土井さんが45周の0秒でした。じゃあ決勝は10分後、はい、じゃあ決勝の2回目は10分後7時50分スタートします。
初めてレース来てくれた時で、あれ難しいですよ。そうそう、あれ一見簡単そうだけど結構難しかった。あの S 字が絶対リズムに乗れないんです、うん、狭かったですね。そうそう、部屋がね、あの時狭かったですね。あそこのその辺に S 字のところがすごい狭くて、ああいう部屋が抜けないんですよ。パンツシリーズってアスファルトなんですよね。なるほど。あって何もないからアピクシャリスケール抜けてすぐ急カーブなんですよ。立体コースなんですよ。立体コース MIA じゃないですか。MIA って立体コース作ったの？もうこれ立体コース作る。鈴鹿ってどうだった？マッコだってね、毎年作ってた。何だろう？スマホ持ってきてね。どっかでしょ？売れたんだから帰って簡単にできちゃうの。全然じゃないから、僕でしょ。ね。なんか売れたんだって自立するアイデアやっぱり。大変だよね。逆に絶対ダンスできますもん。マスコスは、やったんですか？どうでした？初めての実態。鈴鹿はね、本当にね、鈴鹿ですね。鈴鹿です。本当にね、鈴鹿。まあ、マスター実写じゃなくてもバイクはないですけど、あ、そうだ、なんか練習はコースができるしかもちゃんとあの立ち台もね本物に合わせてねバイクだな。そうだろ。勝ち上がりもあるの？
化粧は10代。はい、お待たせしました。それでは決勝レースの2回目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ F1 TKG マス MM。土井さん、OK。はい、増田さん、OK。はい、高木さん、OK。はい、全車ポンダ、OK です。9.58。それでいきましょう。プラクティス終了です。はい、OK ですね。ランダム、ランダム、
はい、それでは決勝レースの2回目、今日最後のレースです。8分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、今回も綺麗なスタート。4台計測開始しています。さあ、増田さんがおっと、高木さんのマシンか、何か異音がしているようです。さあ、哲也さんがトップです。増田さんが2位、2秒差3位が高木さん、2.3秒差、4位が土井さん、1.5秒差。さあ、高木さん、ここで PQ ストップです。その間に土井さん3位に上がってきます。さあ、思わず土井さん似合ってきます。さあ、哲也さん、実は1周目から全て8秒台で来ています。増田さん9秒27、自己ベスト。高木さんは10秒06が自己ベスト、土井さんは10秒29が自己ベストです。さあ、哲也さん8秒61自己ベスト、土井さんが10秒03自己ベスト。さあ、現在トップ哲也さん8周目です。土井さん9秒93自己ベスト、増田さん9秒26自己ベスト。さあ、哲也さんがコースレコードを塗り替えた、8秒502、これは早すぎる。2位、増田さんと6秒7の差をつけています。残念ながら高木さん、リタイア、コースマーシャルに、コースマーシャルになってください。残念ながら高木さん、リタイアで、そうなると増田さんがポイント的に2位浮上の可能性があります。土井さん、9秒66に自己ベスト。土井さん9秒662はおそらく今日の自己ベストだと思います。はい、すいません。さあ、時計はここで2分です。まだ6分あります。トップ哲也さんは15周目に入ったところ。さあ、赤いマシン増田さん、これで14周目です。土井さん、これ入って14周目、増田さんとの差は 5.4 秒。現在、同一周回で争っているのは2位争い、増田さんと土井さんです。5秒8の差。さあ、そして2番手、増田さんの後ろから哲也さん、近づいてきています。まだ早いが、現時点のゴール予想が56周と出ています。そうです。これがもし出てしまうと V モーターを抜いてしまうことになる。あーっと、ここで大クラッシュ。止まってます。止まってます。止まってます。いっぱい取れてます。はい、さあ、土井さんがこれで2位浮上だ。また土井さん笑っている。土井さんが笑っている。後ろから来るのが増田さんが、しかし一周の差があるんですね。さあ、土井さん自己ベスト9秒56。ですね、さっきね、多分こうやった時にラップ読んでないんで今修正しました。だから増田さんと土井さん同一周回で、その差が 2.3 秒。さあ、クラッシュの間に土井さんが2位に上がってきています。ただまだ4分以上時間があります。土井さん、そんな抜かさせ方しちゃダメ。一気に近づいてきた。さあ、 0.4 秒差まで増田さんが来てる。ここは土井さんもう完全ブロックでいいですよ。譲っちゃダメ。さあ、2位争いの2台、この周 0.3 秒差。おお、危ない。ああ、いや、ここで頑張るな。ごめんなさい。さあ、まだチャンスはあるぞ。ここで4分経過です。トップ哲也さんが30周目に入っている。さあ、大きなクラッシュがあった哲也さんですが、それでもコースレコードを上回るペースです。ゴール予想54周と出ています。先ほど
更新した53周をさらに上回ってきそう。さあ増田さんと2位争いしている土井さん、その差が 4.6 秒、ただまだ同一周回です。5分経過、残り3分です。さあトップのマシンが土井さんをパス。ああ残念、さあ土井さん、これで増田さんにパスされて1周差ということになります。一方節谷さん37周目走行中、増田さんが33、土井さん32です。5分30秒経過。大きなクラッシュがあった節谷さんですが、その後も驚異的なペースで再び55周まで乗っけてきそうなペース上げてきている。1ラップだけクラッシュした周が13秒台だったんですが、あとはほとんど全て8秒台で回ってきています。平均タイムを8秒82で回っているトップの節谷さん、残り2分の時点で再び55周ペースに乗っけてきた。さあ2位増田さんの後ろからトップのマシン近づいてきています。さあ6分30秒経過、残りが1分半。おっとここで増田さんがコース復帰しました。順位に変動はない模様、ただ土井さんとの差が、そうかまだ1周あるんですね。順位に変動ありません。トップ節谷さん46周目から47周目に入るところ、松田さんが41周目、土井さんが40周目走行中。さあ時計は7分になりました。残りが1分。さあゴール予想ですが、節谷さん依然として55周ペースと出ています。増田さんが48周ペース、土井さん46周ペースと出ています。土井さんは自己ベスト先ほど45周でしたので、それを上回ってきそう。残りが30秒です。さあ節谷さんこの周も8秒81で入ってきています。さあ残りが間もなく15秒、節谷さん53周目走行中、現在のコースレコードは53周です。そして54周目に入った、残り10秒、残りが5秒。さあ節谷さん55周入った、増田さんゴール、 MM ゴール、ゴール、はい、節谷 F1 ゴール。トップは節谷さんコースレコード55周の8秒、2位増田さんが48周0秒。レース終了です。3位土井さんがマシンを回収してください。5秒は自己ベストを更新しています。そして高木さん残念ながら2周でリタイア。はい、ポイントですがトップは文句なく節谷さんです。2位に増田さん、3位が高木さん、4位が土井さんとなりました。ベアリングです。はい、じゃあ最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい、チョキ、ポイント。じゃあ哲也さんと竹下さんは2回勝てば取れる、哲也さんは1回だけ勝てば取れる。ちょっといいっすか。いいっすよ、いいっすよ。話してんねん。あ、どうすか。お祈りが始まった。勝ちますよ。じゃあ、勝ちます。
せ場がないじゃないですか。あれあれ連続2回負けです。はい、表彰写真撮ります。どうだったっけ、節也さんと、このカメラでしたっけ、節也さんと、本当はこれカーペット黒い色じゃなかったら真っ黒ですよね、普通の灰色のカーペットだったら、うん、だから分かんないけど一日ここ歩いてるって真っ黒になりますよね、靴下がやばーな。でもなんで一斉掃除機かけました。ああ、そうですか。